こにない。これですよ。そうですか。で、じゃあ土の子って言ったらわかります？はい、それ土の子って言ったら中国人はわかりません。あのでも霊視は誰でも知ってます。それなぜならものすごく貴重で100年しか育てない漢方の薬剤なんです。育て方は僕詳しく知らないんですけれども、一応僕にとってはなかなか伝説で手に入らないものですから、これポーラ社はなかなかすごいんですね。なぜか手に入れられて、そうだね。これね、ごめんなさい。僕まず疑問に思うのが、ここに社外費って書いてあるんですよね。このページ丸ごとコピーして皆さんに配りたいです。ちなみに、はい、皆さんあの顕微さんですね、飲んでいらっしゃるんですか。飲んでますよ。みんな飲んでるんですよね。母も飲んでます。はい、本当にポーランのおかげさまで、あの母は元気になってます。で、あの急に話以上なんですが、あと母いくつなんですか。母が61です。はい。本当にさっきいろんなポーランの品質の話もされましたけれども。僕なかなかわからないので、いろんな高度の話にされても僕理解できなかったりするんですけれども、あの噂によるとポーラ社のそのあのパゲッジもすべて日本製ですよ。パゲッジこういう瓶のほうが包装もすべて日本製です。それが素晴らしいです。一度あの何もわからないところで頼まれます。実はあのいとこがあのニキビがあの出るのでアクリルプラスを飲めばいいんですよね。それが頼まれてあの買いたかったんですよ。1ヶ月の試しに飲んでみたい。1ヶ月のはない。なぜなら瓶が日本で作ってるから瓶が間に合わない、っていうのはいかにポーラ社があの品質にこだわってるっていう証拠にもなるんじゃないかなと思います。いわゆるちゃんとしたものを用意しないとお客様に渡しできないっていうのは素晴らしいと思います。はい、私お話これでいいんじゃないかと思いますがあと話してないのはほとんど話しましたか。ありがとうございます。スカリとかジャンプコーナーとかどう。私にですか。そういうのあります。あの近い、はい、あの中国で健康食品を飲んでる方って多いんですか。多いんです。あ、多いんです。多いです。